ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は。山本周五郎作。泥棒と若殿。初出。昭和二十四年。千九百四十九年。講談クラブ。十二月号。より。それでは。本文をどうぞ。 山本周五郎作泥棒と若戸の第一章。その物音は、はじめ広縁のあたりから聞こえた。縁側の板が、きしっとかなり高くなったのである。茂信は本能的に枕元の刀へ手を伸ばした。しかし、指が鞘に触れると、今更なんだ という気持ちになって手を引っ込めた。おお、たくさんだ。どうにでも好きなようにするがいい。飽き飽きした。こう思いながら、仰向きに寝たまま腹の上で手を組み合わせた。右側の壁に切ってある高窓の戸の隙間から月の光が青白い細布を引いたように、 ミスジ流れ込んでいる。ついさっきまでヤグの裾の方にあったのが、今はずっと短くなって、た畳の中ほどまでを染めているに過ぎない。するともう三時頃なのだなと思った。物音は、広縁から都の井の前へ入った、ひどく用心深い足つきである。床板の落ちているところが多いから。 ここでも時折、ぎし、キしっと、きしむが、このたびに、物音はぴたりと止まって、しばらくは、息を潜めている様子だった。そのうちに、あまり用心しすぎたせいだろう。畳の破れ目にでもつまずいたらしく、ドサドサッと、よろけざま、何かを踏み抜く、激しい音が聞こえた。キリロへ、踏み込んだな 重信は、こう思って、ついニヤニヤした。うろたえた相手の顔が見えるようである。エマな人間をよこしたものだ。と、苦笑いを漏らしたとき、そっちでブツブツつぶやくのが聞こえた。あははいて、するるいちまったいちくしょうなんてうちだこら。どこもかしこも、ぎしぎしなりやがって、こんな、 落とし穴みたいなものまでありやがって、へっ、おまけにすっからかんで、どこに何があるかわかりやしねえ。ちくしょう、まるで化け物屋敷だ。すりむいたところを縛るのだろう。手ぬぐいか何か、咲く音がした。今度は人がいないものと信じたか、一人でしきりにぐちゃぐちゃ不平をこぼしながら、しばらくそこらをごそごそやっていた。それから、 やがて、襖を開け、この神女へと入ってきた。ずんぐりと、小柄の男だった。短い斑点のようなものを着て、桃引きを吐き、素足で放かぶりをしていた。もちろん、武士ではないし、死格などというものとも、歯食いの違う人間だ。とすると、これは、ことによると、ヌスとというやつかもしれぬ。 そう思うとおかしくなって、しげのぶはついくすくす笑い出した。相手はぎょっとしたらしい。こっちへ振り返り、目をすぼめて、そこに敷いてあるヤグを眺め、その中に人間の寝ているのを見た。それから突然、ひょー、というような規制を上げて飛びのいた。ど、どこぞ、なんだ男はこう叫びながら、 お呼び越しになってこちらを覗いた。重信は黙っていた。仰向けに寝たまま身動きもしない。男は迷って逃げようかどうしようかと考え。その挙句、やっと決心したのだろう。やほら、片手の出馬包丁を持ちなぼし、それを前方へ突き出して怒鳴った。やい、起きろ金を出せ起きて来いやろう 金を出せってんだ。おとなしく有金を出しゃよし。しの子の抜かすと、ただお金。お手っぱらいこいつを、おめえもすぞ。しげのぶは、やっぱり黙っていた。男はじっと様子をうかがい、一足そろっと前へ出た。ふてえ野郎だわ。たぬきねえりなんぞしやがって。それとも、何か計略でも考えてやがるのかへっ。 買っちゃうな。表に三十人から待ってるんだぞ。ピッと一つ、呼ぶ子を吹き合うよ。<laughs> 命知らずの野郎どもが、ダンビラモンを光らして飛び込んでくるんだ。ジタバタすると、命はねえぞ。面白いな。一つそれを吹いてみろ。何をな、なんだと野郎その、呼び子を吹いてみろと言ったんだ。 含み笑いをしながら、しげのぶがそう言うと、男は、うっと詰まり、それから、出場包丁をゆらゆらさせ、精一杯、凄んでわめき立てた。ふざけるなしゃらくせえよ何あんなかすバらせるな野郎ちくしょうめはいなんでもいいから、金を出す気の毒だが、金はない。 えめえ、俺を素人だと思ってるのかこれだけのお屋敷で金がねえ <laughs> 金はないってやがる。馬鹿にするなってんだ。はい、起きろ。こっちはちゃんと目処をつけてきたんだ。死の子の抜かすと夜探しをするぞ。それはいい思いつきだ。遠慮はいらないから、すぐやってみろ。しげのは さらにこう付け加えた。探してみて、もしもあったら、俺にも少し分けてくれ。ふざけたことを言いやがる。ゃらくせえや。バカにしやがるな。野郎見ていろ。そこを動くと、ちゃはねえぞ。こう脅迫して、こちらがじっとしているのを認め、そろそろ矢探しに取り掛かった。しかし、それはそう、 安楽には行かなかった。ふすまはすぐ倒れるし、戸棚の音は開けるなり落っこちた。ガラガラっと何かが倒れ、痛いてという声がしたと思うと、またどこかを踏み抜いたと見え、板のへし折れる激しい音が聞こえた。えー、えー、言えます。こいつら、なんてうちだ。 なんてひれうちだ。こう言った途端、男はバリバリドスーンとどこかへ落ち込んだ。第二章、助けてくれと言ったようでもある。だが、そうではないかもしれない。はいとか、しゃらくせえ真似をするなというような罵り声は、確かに床下の方から聞こえてきた。 それからしばらくごそごそやっていたが、間もなく這い上がったのだろう。そこでまたブツブツ不平をこぼした。助けてくれと言ったようでもある。だが、そぼではないかもしれない。はいとか、やらくせえ真似をするなというような罵り声は、確かに床下の方から聞こえてきた。それからしばらく、 ごそごそやっていたが、間もなくはい上がったのだろう。そこでまたブツブツ不平をこぼした。とんでもねえうちへへっちやったガタガタですっからかんで、満足な盾ぐしとつあるやしねえ。は <laughs> って、ぺっピッ、チ何か口の甲へ飛び込みやがった。だが、まだ諦めきれないと見え、難度の方へ行って何かかき回していた。 そのうちに天井から大きな石でも落ちたように、ガラガラ、ずしン、メレメレ、と、凄まじい物音がした。男は悲鳴を上げ、帯びく途端に、白へ、頭でもぶっつけたものか、コツン、という音がして、今度はもっと大きな悲鳴が聞こえた。おい、たくさんだ、もうよせ。重信は、吹き出しながらこう呼んだ。 本当に何もあれやしねえ。剥がしても無駄だからやめるがいい。はー、あ、い、びっくりした。とんだんやった。ひでうちだ。なんじゃねえや。こんなことを言いながら男はこっちへ戻ってきた。はい、本当に何もねえのかお前の言う通りすっからかんだ。俺も初めにそう言ったではないか。笑いもっちゃねえや。 はいって男は方々をなで回してからヤグのそばへ来て座った。右足の腿引きをまくり上げて、そこを布切れで縛ってある。さっきすりむいたところなんだろう。男はあたりを眺めやり、ため息をついた。するとその時、彼の腹の中で、くうくうぐるぐるっと妙な音がした。 腹が減ってるんだが、何か食うものはねえかないようだな。半飯の残りでいいんだ。何か食わしてくれ。それがないんだ。下縁をして男は立ち上がった。それからクリアの方へ行ったが、何かガタガタやりながら、ひどく腹を立てたように。ただっぴろくて、何がどこにあるかわからねえ。とか。 ここにかまどがあるとすれば、とか、チこいつも空っぽね。とか、いろいろ一りごとを言ったのちがっかりしてまたヤグのそばへ戻ってきた。米つも空っぽみてえだが、米もねえのか俺は嘘は言わない。じゃあおめえどうしてるんだよ。ご覧の通りさ。だって飯は食ってるんだろ今日で3日。 何も口へは入れない。しょうがねえな。男は、雨息をついてこちらを眺めた。するとまた腹がクーク空となったので、生つばを飲みながら立ち、何か考えていたが、もう一度、しょうがねえな。とつぶやき、広園からどこか外へと出て行った。重信は、間もなく眠ったらしい。 誰か揺り起こすものがあるので目を覚ますと、障子がこの明るくなり、すぐそばにさっきの男が立っていた。起きて、顔を洗わねえか。飯ができたぜ。飯どうしたんだ明日っていいや。早く起きねえ。男は、クリアの方へ去った。年は三十四五だろうか。色の黒い、 愚直そうな顔で力仕事をした者に特有のこごんだたくましい肩と外へ曲がった太い足とが目立った。それも面白い。苦笑いをして重信は起き少しばかりふらふらするがすすぎ口の廊下から井戸の方へと出て行った。表の方は正門から段下がりに畑や田のある 村里へと開けているが、裏は二千坪に余る庭がそのまま、片方は黒谷の深い渓流へ下がり、奥へ行けば自然と御塚山へ続いている。そちらには、昔は柵を回してあったのだが、ずっと前に口倒れて、今では山との境界が何もない。それで、鹿とか、イノシシとか、 時にはクマなどまで、のこのこ入ってくるし、狐やタヌキなどは、常住の巣を持っているようだ。二十年以上も人が住まず、もちろん、手入れなども長くしないので、木という木は、勝手な方へ伸びたいだけ伸び、お互いの枝と枝、葉と葉を差し交わし、重ね合うところへ、ヤブカラシや、藤や、クズなどが、 むやみに絡みついているから、どれが松、どれが梅とも差別がつかなかった。もちろん見る限り夏草の茂みで地面の見えるところはごくわずかしかない。そのひと,ところ、ちょうど栗屋口の外にあたるところに井戸があり、その四五軒先には山水を集めた細い流れが、夏でも指の凍えるほど冷たい水をたたえて、 屋敷の内を横切っていた。顔を洗って戻るとヤグが上げてあり、広縁の方へ寄って男が前後しらいをしている。大きな鍋からは香ばしい味噌汁の匂いが広がり、蓋を取った釜から飯の湯気が立っていた。顔を洗ったかじゃあ、ここへ座んね。男はこう言って 禅のそっちを指さした。第三章、座って箸を取ったもの,の、の重信はちょっとそこで躊躇した。つまらないような話だが、かつしても当然の水を飲まずということが頭に浮かんだのである。どうしたんだい食わねえのかいや、食わなくはないが。じゃあさっさとやんねえな。 とも遠慮することはねえんだ。ひもじいときゃおてげさまよ。人間三日も食わずにてたまるもんか。こう言ったが、やはりしげのぶは食べようとしない。どうしたんだと、男はいぶかしげにこちらを見守った。それからふいに肩を怒らせ。そうか。おめえこの米や味噌を俺が盗んできたと思ってるんだな。 ダなんじゃねえや。そんなベラローナ。おめえとんでもねえこった。本気に怒った顔で口を尖らした。座って箸を取ったものの、重信はちょっとそこで躊躇した。つまらないような話だが、かつしても当選の水を飲まず。ということが頭に浮かんだのである。どうしたんだ食わねえのかいや。 食わなくはないが。いやあ、さっさとやんねえ。知っとも遠慮することはねえんだ。いもじいときはおたげさまや。人間、三日も食わずにいてたまるもんか。こう言ったが、やはりしげのぶは食べようとしない。どうしたんだと男は、いぶかしげにこちらを見守った。それから、ふいに肩を怒らせ。そうか。おめえ、この米や味噌を、 俺が盗んできたと思ってるんだな。冗談じゃねえ。そんなベロはな。おめえとんでもねえこった。本気で怒った顔で口元尖らした。俺は、水煮を出してこの米も味噌もちゃんと買ってきたんだぜ。嘘だと思うなら言って聞いてみねえ。この下のザクロの花の咲いている百姓屋だ。石臼みてえに肥えた神さんからちゃんと買ってきたんだから。いや。 勘弁してくれ。俺が悪かった。それでは、地層になる。ほっとして、重信は茶番を持った。終わると男は全部下げ、栗屋口から出て行って、向こうの流れで汚れ物を洗うらしい。重信は、風通しの良い少書院へ行って横になり、みやり庭の小立ちを眺めやっ まもなく男がやってきた。手を拭きながら辺りを見回し、さて、と言ったが、何か迷うようにこちらを見て、武将げの伸びた顎を撫でたり、盆の窪をかいたりした。じゃあ、これでオラ行くが、おめえまだずっとここにいるのかまあ、そうだ。それでその、飯のぞど,どうするんだ 何か当てあるのか何にもない。入ったってそんなおめえ、それじゃあつえて死んじまうぜ。まあそうだろう。男はまたお都いをなで、盆のくぼを書いた。こちらを見たり、肩を揺すったりして、何か曖昧なことを言って、不決断に一度出て行こうとした。が、すぐ引き返してきて。しょうがねえ。 冗談じゃねえ。こう言って、赤子の頭ほどの風呂敷包みを腰から取り、重信の,の前へどさりと置いた。まさかおめえが飢え死にをするってえのに、俺が見捨ててよかれるもんじゃねえ。こんなところにへっちまった。こんなべらぼうな話があるもんか。だが、まあしようがねえ。なんとかするから、これでも食べて待っていねえ。 お前、それでどうするんだどうするったって、どうしようもねえじゃねえか。なんとかそれよりしようがねえ。うん、まあ、いいからここに待っていね。男は怒ったような顔で、どこかへ出て行った。土地の人間ではないな。重信はこう思った。この付近は言うまでもない。城下町のものでさえ、この鬼塚山の御殿が廃屋であり、 近づくことを禁じられ、それを犯すと罰せられることを知っている。時折、百姓とか、アリウドとか、キコリなどにやつして、周りをうろうろするものがあるが、それは滝沢一派の監視者たちで、その中には、重信の命を縮める役を受け持った人間もいるのである。三年前に、ここへ遊兵されるまで、重信は、 江戸の京橋小引町にある中屋敷にいた。彼は大井の神、重豊の次男に生まれ、重豊の側室である聖母と共にずっと中屋敷で育った。大井の神は一度大阪城代で五年近く江戸を留守にしたが、その他の時は自社奉行とか若年寄りとか勘定奉行とか、 老中、などとかいう具合に、住職の席から離れることが少なく、三勤の糸まで領地へ帰るのもごく稀であった。そういう多忙なためでもあろう。重信は二十歳になるまで数えるほどしか父に会っていない。また、丸の内にある神屋敷には、長男の重武のほかに女兄弟が三人いて、 兄とは、定め日には、挨拶に行くので、話もしたが、姉や妹たちは、名前を聞くだけで、顔を見たこともなかった。重信は、十五の年に、竹から養子に臨まれた。ほとんどまとまりかかったらしいが、父の重豊が、どうしても承知せず、その後も二三そういう話があったのに、みんな断ったそうである。 これが思わぬ紛争の原因になったわけだが、重信としては自分を離さないのは父が自分を愛しているからだと思い、非常に感動したことを覚えている。だが、父の大井の神は彼が二十一歳の時、卒中で倒れ、兄の重げと彼をめぐって、家督問題の激しい争いが始まった。 第四章。前にも記したように、大井の神は常々公務に追われるため、藩の政治は老人に任せきりのような形だった。その主藩は、江戸の筆頭画廊で、滝沢図書の助と言い,い、風貌も裁判もずば抜けた。一頃、名詞制という、票の高い人物でもあった。図書の助は、 十五年近くその席にいた。それだけの能力と人望があったのだろう。しかし一方では彼に反感を持ち、その政策に不満を抱く者も,も少なくなかった。うがち好きな人たちに言わせると、大井の神その人がすでに図書の助を嫌っていたそうである。反滝沢派の中心は梶田十右衛門であるが、彼が 大井の神の蕎麦用人だったところから考えると、案外、それが事実であったかもしれない。滝沢派は、兵部茂武の家督を言い張った。もちろん、それが正論である。茂武は長男であるし、8歳の時、将軍に目見えも済んでいる。ただ、13歳の時、脳をひどく病んでから、体だけは丈夫であるが、頭が悪く、 時々おかしな挙動をしたり、言語がはっきりしないようなところがある。それが問題であった。梶田派は重信を擁立しようとした。重武が脳を病んだ直後から、大井の神は、重信に家督を治すつもりであった。幾度も養子の話があったのを、大井の神が断り通したのはそのためである。彼らはこう主張し、 その反面、重武が白地であるということを幕府の格老の間に宣伝したらしい。大井の神は率中で倒れて寝たきりだった。全身の麻痺で口を聞くこともできなかったようだ。重信は詳しい行くたては知らない。知りたいとも思わなかったが、三年前の二月の初めのあるよ。いつもそばに仕えている サメ島平馬という者が来て、かじた十右衛門が突然謹慎になったこと、その一派の主だったものは皆職を免ぜられ、三人ほど追放になったものがあること、そうして若殿の身にも類が及ぶかもしれないので、十分に注意してもらいたいことなどを青色を変えて慌ただしく申し述べた。 注意するもしないもなかった。そのあくる朝、重信は、見知らぬ侍たちに取り囲まれ、本所の下屋敷へと移された。そうして一月すると、上屋敷から死者が来て、大いの神の名で、次のようなことを申し渡された。注意するもしないもなかった。そのあくる朝、重信は、 見知らぬ侍たちに取り囲まれ、本所の下屋敷へと移された。そうして、一月すると、神屋敷から死者が来て、大井神の,の名で、次のようなことを申し渡された。お前は、一部の関心と測って、兄、重武を差し越し、自分が家督になぼろうと企てた。この事実は、 我が家宝の住家であって、到底許すわけに行かない。そのため国元へ長野湿気を申し付けるものである。茂信は一度父に会いたいと言ったが、彼らは耳にも入れなかったし、中屋敷にいる聖母と別れを告げる暇もなく、すぐさま領地へ送られてしまった。この鬼塚山の御殿というのは、 前の領主の山荘だったそうで、松平家が違法してきてから、重信の祖父にあたる、大井の神、重光という人が、しばらく隠居所に使ったことがある。それもごく短い期間のことで、あまりに荒れているし、城と五里も離れていて、不便なため、間もなく辞めたらしい。それから後は万人も置かず、 荒廃するままにしてあったというが、国元へ着くとすぐ重信はここへ入れられたのであった。はじめのうちは侍五人と下僕が数人ついていた。そのうちに侍が一人ずつ減ってゆき、下僕も去り、今年の春から重信一人だけ取り残された。しかし米だけはどうにか届いていたのだが、 それもだんだん窓になり、ついには米も来なくなった。城からは時々様子を見に来るし、この屋敷周りには妙な人間が常にうろうろしている。見たびばかり、茂信を刺しに忍び込んだものもあった。ごく最近も、表の門番所の陰から、広縁にいる彼に矢をいかげたことがある。 城から様子を見に来る役人に、従者の欲しいこと、食料の届かないこと、また資格のことなど、たびたび訴えてみた。すると、役人は、自分たちはすべて、江戸からの申し付け通りにしているが、あなたの行いがあまりに粗暴で、従者が皆逃げ出してしまうのである。食料はきちんと届いているはずであると答え、 また、資格の件については、次のように言った。そんなことはあろうとも思えないが、もし事実とすれば、かじた一派の回し者であろう。あなたのお命を縮めて、警視問題の密謀を闇に葬るつもりではないか。重信は、やんぬるかなと思った。飢え死にか、暗殺か、もう運命は決まった。じたばたするだけ無駄である。 こう覚悟を決め、すべてを投げ出した気持ちで、米が一粒もなくなるとともに、そこで飢え死ぬつもりで寝ていたのであった。こういう状態のところへ賊が入った。おそらく他国から来たもので、何にも事情を知らないのであろうが、襟にエってこんなところへ入るというのは皮肉すぎる。 俺を素人だと思うかなどと威張ったが、おそらくその通りに違いない。人柄も悪人には見えないし、自分の銭で米味噌を買い、煮炊きをして食わせさえした。家来たちが俺の命を縮めようとしているのに、盗賊は俺に飯を食わせてくれた。妙な世の中だ。重信はこう呟いて、 男の置いていった包みを開けてみた。中には、味噌をまぶした大きな握り飯が三つ入っていた。第五章。薄暗くなってから男が帰ってきた。ああ、今蹴ったぜ。男は広縁のところからそう叫んだ。浅くなっちまった。腹が減ったろう。う 今すぐ飯にするからな。裏へ回ってゆく男の後ろ姿を見送りながら、重信はふと胸の温まるような感動を誘われた。自分では理解しがたい、温かく胸の潤うような感動である。彼は久しぶりで机に向かい、それへ両肘をついて、クリア口の物音を 懐かしいような気持ちで聞いていた。食前は味噌汁と飯の他に、鉢一杯の梅干しが出ていた。これもみんな買ってきたものなのかよせやい。嫌なこと言うな。男は目を三角にし、口を尖らした。人間一人抱えておめえ、泥棒なんぞでやってゆけるもんじゃねえや。 ほう、そういうものか。一人身ならそらまあ、泥棒でも食っていけるかもしれねえ。けれども、おめえというもんを抱えてみりゃ、真面目に稼がなくっちゃ、おっつけはしねえや。ほう、それは気の毒だな。いやな挨拶をするなよ。気の毒だったって別に、俺だってそんなに泥棒なんぞしたかねえや。まあ、食おう。 絵師が少し固いかもしれねえ。夜になると、ヤグを並べて寝た。恐ろしく疲れたと見えて、男は横になるとすぐ眠り込んだ。大きないびきをかいたり、ドタンバタンと手足を投げ出したり、ヤグの外へ転げ出たり、ぶさ法を極まる寝方であった。重信はいつもの癖で、かやり火を焚きながら、 唐歌を引き寄せて夜半過ぎまで本を読んだ。明くる朝も男はどこかへ出かけたが、出て行くとき、茂信に昼食のあるところを教え、今日は何か魚の干物でも買ってこよう、と言った。ところで、名前が知れねえで不便なんだが、俺はデンクロ店だ。 デンクって言えばいいんだが、おめえの名は何て言うんだ俺か。俺の名は、ノブだ。ただ、ノブだけかいお侍らしくねえじゃねえか。何の何ノブってわけじゃねえのかいや、それでいい。ノブでいいんだ。ただのノブ。佐藤ただノブか。芝居ですりゃ、怒りを背負ってくるやつだ。 などと、間違ったシャレを言いながら出て行った。デンクロウは言った通り、その日はチメという魚の干物を買って帰った。ここへ遊兵されてから初めての魚と言ってもよい。シゲノブはいくたびもうまいと言いそうになっては口をつぐんだ。こうして三日四日と経った。デンクロウは、 大妻川の堤防工事で働いているという。それはいいが、いつも厳しい監視者はどうしたのか。伝苦労のような人間が出入りしているのに、どうして捨てておくのか。そこが、重信には不審に思われた。この屋敷へ出入りして、誰かに咎められたことはなかったか一度そう聞いてみたところ、 おら、そんなヘマなことはしねえよ。デンクロウはさもずるそうに笑った。この近所の百姓だって、俺たちがここにいることは知っちゃいめえ。宝磁場のものなんざ言うまでもねえさ。他、俺だって考えてるらな。このぐらいうちに出て、くれてから帰る。ゆききとも、黒谷の渓流に沿ったそま道を取るので、 まだ途中で人に出会ったこともないと言った。これまでの監視ぶりはそんなことで誤魔化されるような生ぬるいものではなかった。とすれば、あるいは監視が緩んだのかもしれない。そういえば、城からの見回りもしばらく来ないようだが、重信はこんな風に考えていた。はなはだ奇妙な一種の共同生活が、 こうして続いていった。男は言葉付きこそ対等であるが、その他のことは主人に使える召使いのようだった。労働をして稼ぎ、煮炊きをして茂信に食べさせ、洗濯までするのである。家臣に仕えられて育った茂信すら、時にはすまないと思い、なぜこんなにしてくれるのかといぶかしくなることもあった。 おめえって人は実に不思議だ。デンクロウはデンクロウでそんなことを言った。ほら、生まれてからこんな気持ちになったな、初めてだが、おめえを見ていると変に楽しいような嬉しいような、こう、なんと言えばいいのか、その世の中も案外いいもんだっていうような気持ちかな。不思議にそんな気持ちがするんだ。 これまではそうではなかったのかそうでねえからこそ泥棒にでもなっちめて、両県にもなったのよ思い出しても腹たんの煮えるような、ひでえ目にばかり会ってきたからな。第六章。デンクローは、ごくたまに、それも極めて断片的に、自分の身の上話をした。デンクローは、ごくたまに、 それも極めて断片的に自分の身の上話をした。生活の環境が違うし、細かい部分は話さないから、ごく荒ましのことしかわからなかったが、全体としてその過去は痛ましいほど運が悪く、聞く方でも安全となるようなことが多かった。彼は江戸の下町の生まれで、家はちょっとした乾物屋だった。父親は おとなしい好人物であったが、酒を飲むと人が変わり、あるだけの金を持って飛び出したきり、五日も六日も帰らないようなことがしばしばあった。結局は店を飲みつぶしてしまい、親子三人で長屋へ引っ込むと、まもなく父親は急死した。急死と言っても、酔って川へ落ちて死んだのである。ほら、それで、 七つの年から、しじみを売りに出たもんだ。母親が、後添えを迎え、彼は、日本橋の方の海産物の問屋へ、小僧に行った。義理の父という人が、またずぬけた酒飲みで、母親は随分苦労したらしい。そのためか、三年ばかりして亡くなった。だから、十三で俺はら、なしごになったわけだ。 本当は、みなしごなんだが、残ったその義理の親父てえのがいる。こいつが、俺の薬病神になりあがった。神座というその男は、妻に死なれてから、三日にあげず、店へ来た。殿苦労を呼び出して、小遣い船をねだる。いつもひどく酔っていて、大きな声をあげたり、時には暴れたりした。 何かの職人だということだが、もう前から仕事などはしないらしい。博打打ちにでもなっているのか、風景も悪いし嫌な人相だった。問屋の主人も、そんな人間にしげしげ来られるのは迷惑だったろう。新座がたびたび、こんな給金の安いところへ置くわけにはいかねえ。などというのを幸い、二年足らずで低欲、 店から暇を出された。伝九郎は樽拾いをした。子守もした。石や、車間、車や、米や、いろいろな家へ小僧に行った。だがそれは食を覚えるためではない。年季暴行の約束で、先にいくらいくらと、養父が金を取る。そうして少し経つと、そこを逃げ出すのである。つまり、 先取りの金が目的なのだ。中には方向先がよくって逃げたくない。この家で暮らしたい。そう思うことがある。すると日本橋の問屋の例で、洋服が毎日のように酔っ払ってきて、前借りを増せとか、給金が安いとかわめきたて、店先へ寝たり暴れわったりする。それで大抵向こうから暇が出た。 二十五で妻をもらったとき、伝九郎は本所で社官の手伝いをしていた。妻は、居酒屋などにいた女らしく、養父が連れてきて居つくようにさせたのであるが、以来、その長屋の一間は、爆縮場のようになった。いつも妙な人間が出入りをし、夜通しサイコロや花札の音がしていた。妻は伝九郎などそっちのけで、 その仲間と博打を打ったり、酒の相手をして騒いだり、まるで夫婦というようなものではなかった。その女は、百日もいたかな。間もなくその仲間の一人と、どっかへ行っちまった。実は、それがその女の本当の弟子だったらしい。養父は、彼を絞れるだけ絞り通した。そして、いよ病んで死んだのであるが、 寝込んでから息を引き取るまで、半年以上もの間彼を不幸者と言って罵り続けた。殿苦労は三十になっていた。初めて自分一人の好きなように生きられる時が来た。そう思ったのであるが、これといって手に職があるわけではないし、年がもう年で、その時々の仕事を点々と稼ぐより他に仕方がなかった。 三十一で二度目の妻を持った。もう二十三になる気の強い女で、一度嫁に行ったことがあるらしい。こまめに働くのはいいが、口やかましい上に愚痴っぽくて、恐ろしい臨職で、しかも平気で嘘をついた。その自分、俺は車力をしていたが、親方に見込まれて、古い芝の近くへ、 帳場を持たせてもらった。硬いところを見込まれたんだろう。車を十二台と引き子を三人預かった。貸車もするわけなんだが、その引き子の中に吉五郎という男がいて、こいつは俺より古株なんだが、悪い野郎で三月と立たねえうちに帳場の金をさらってずらかれがった。そればかりならいいが、十二台の車も 人に売る約束で、その金も持ってきやがったのにびっくりした。もちろん、彼は、その親方とは縁が切れた。一方では、妻の隣食と嘘つきと、口やかましいのに愛想をつかしていた。ガミガミと言いたい放題のことを言って、それこそ三杯の飯を二杯に詰めて、そうして自分は、へそくりを貯めるという風だった。もう、 顔を見るのも、声を聞くのもいやらしくなったので、古い芝の帳場が潰れるとすぐ、彼は江戸を逃げ出した。第七章。この土地へ来るまでには、随分方々を渡り歩いたが、どこにも落ち着く場所はなかった。世間は世知がれし、人間はずるくて不人情で。 ほら、は小股を救われたり、落とし穴へ突き落とされたり、ひでえめに愛同士だった。さすがの俺も合顔に言えて、焼けっぱちになってそうして、ええー、くそ、そっちがそうならこっちもと思って。だが、知恵のねえ奴はしようがねえ。泥棒に減ったのが、この化け物屋敷だよ。へっ、まったくのところ、うまくできてやがる。 話は、ごく飛び飛びで、前後が取り違ったり、同じことを何度も繰り返したりした。その上、重信には、理解のつかないところがたくさんある。樽拾いとか、しじみ売りとか、その他、火を取りの暮らしなどは、ほとんどわからなかった。しかし、重信には、その話は楽しかった。楽しいと言っては違うかもしれない。 事実は痛ましく哀れなのだ。聞いて思わずため息の出るようなことがしばしばであった。けれどもそこには、重信などの知らない生き生きした生活があり、人間のあからさまな姿が感じられた。夜中に目が覚めて、隣に熟睡している伝九郎の寝息を聞きながら、重信はしみじみとした思い出、 よって川へはまって死んだという彼のジップのことを想像した。七つという年でしじみを売り歩いたという霜の降りた寒い早朝の町のひっそりした景色を目に描いてみた。この俺がもしそのような身の上だったら。しげのぶは彼と自分とを置き換えてみた。すると、 置き換えた方が人間らしく生きがいのあるように感じられた。古い芝の帳場から金をさらって逃げたという男。隣職で嘘つきで口やかましい女房。彼を苦しめ、絞れるだけ絞りながら、死ぬまで彼を親不幸者と罵ったという養父妻とは名ばかりで、博縮を打ち、酒を飲んで騒ぎ、 実は他に本当の亭主があったという初めの女。みんなそれぞれ狡猾でいやらしい。だがそうやってデンクロを痛めつけ、彼を騙し、彼を憎み、彼からくすねたり奪ったりしながら、彼ら自身もそれほど恵まれはしなかったであろう。今でもどこか世間の隅の方で、それぞれの苦しい生活に追われ、 時につくねんとため息でもついているのではないだろうか。みんな気の毒な、哀れな、本当は良き人たちなんだ。少なくとも、俺の周囲にいる人間よりは人間らしい。二十日余り一緒に暮らすうち、しげのぶはすっかりレンクロウが好きになった。彼の体には、生きた世の中の匂いがついている。良いところも、醜いところも、 癒しさも清らかさもひっくるめた。正直なあるがままの人間の呼吸が感じられた。続きから。二十日余り一緒に暮らすうち、重信はすっかり天九クロが好きになった。彼の体には、生きた世の中の匂いがついている。良いところも醜いところも、癒しさも清らかさも、 ひっくるるめた正直なあががままのの人間の呼吸が感じられたおあノブさん、おめえ、土壌汁を食うかよく知らないが食うだろう食うだろうって、土壌汁も知らねえのかへえおめえ知らねえものばかりじゃねえか。うん、まあ、そんなところだ。やっぱどうちが貧乏かそれとも、 お大名の若さみてえだぜ。こんな風で、まだ口にしたことのないものもいろいろ食べた。武家の生活とは違って、無作法な下品なような感じであるが、すべてに情があり、真実がこもっていた。炊きたての飯に熱い汁をかけて食ううまさ。肌脱ぎの茶漬け。青じその皮を効かした冷ややっこ。 さらに、かま底のきつね色に焦げたところへ塩を振った握り飯など、品も作法もなくうまかった。これが本当の食べ物だという気がした。おもしれいことがあるぜ、のぶさん。あるよ、湯気を取りながらデンクロウがこう言った。世の中は広大だ。俺がドジだと思ったら、俺に輪をかけた野郎が嫌がる。 それは、いることはいるだろう。いるったって、それがおめえ、泥棒だぜバカなことを。まさか。それがそうらしいんだ。百姓みたいな格好なんだが、表の塀の周りや、裏庭の奥の方を時々うろついている。ほら、気がつかねえ風で見ているが、さっき飯を炊いている時も、ちらっと仕上がった。馬屋のぶっ壊れたのがある、あの影のところだ。 しげのぶは顔をうつむけた。表情の変わるのを見られたくなかったのである。でんくろうはまるで気がつかず、にやにやしながら面白そうに言った。今夜あたりへってくるかもしれねえ。そしたら今度は俺が見物する番だ。へっ、つなめったり踏み抜いたり、バタンバタンし一人で暴れて、埃りまみれの汗だくになって、 それですっからかんの何にもなしてくらへっ、<laughs> 野郎びっくらしてバカにでもなっちまうな。だが、その世は何事もなかった。第8章。どうしようってんだあの野郎。何をいつまでまぐましてるんだ。まだヘイル決心がつかねえのかな。伝九郎は、 もどかしそぼに下打ちぼした。思い切ってヘイアイじゃねえかなこっちは手出しはしねえんだ。見ていて笑ってやろうってだけなんだ。発砲を開けっぱなしで待ってるんだ。やっぱどな臆病もにちえねえ。彼がいくら不平を言っても、やっぱり泥棒の入る様子はなかった。すると、ある日、デンクロウがその話ぼしてから、 7日ほど経っていたが、曇り日のムシムシする午後、重信が少書院で横になって本を見ていると、前庭の方で、若殿若殿という声がした。重信は頭だけそっちへ向けて、誰だと物憂げに答えた。平馬でございます。サメ島平馬でございます。重信は、 だるそうに本を投げた。サメ島平馬。ああ、江戸の中屋敷にいた男か。そう思ったが、起きてゆく気持ちにはなれなかった。なんだ、俺に何か用か。急ぎますので、要点だけ申し上げます。大殿にはご高いにございます。ご承知でいらっしゃいますか知らない。 初めて聞いた。5月10日に成居したというのを聞きながら、重信は目をつむって口の中でそっと、父上、とつぶやいた。平馬はさらに、梶田た十右衛門が過労に就任し、滝沢図書之助が大名になったこと、つまり情勢が大きく変化し始めたことを述べた。しかし重信には、 もうそんなことは興味がない。誰が勝ち、誰が負けようと、権力の席がどう変わろうと、彼には何の関わりもないことだ。そうか、父上はお亡くなりなすったのか。五輪中は平安だったろうか。中屋敷の母上はお名残を申しにあがれたろうか。平馬はなお続けていた。この山荘は、 早くから自分たち同士のもので守ってきた。すでに滝沢家の監視は緩んでいるが、情勢がはっきり決定するまでは油断ができない。非常手段を打たれる心配もあるから、今しばらくこのまま影から守護をしている。若殿にもそのつもりで辛抱していただきたい、などとも言った。その中で一つ意外なことがあった。 それは、見たび現れた資格も、不意に矢をいかけた者も、皆、かじた一派の人間だったということで、これには、しげのぶもびっくりした。まことに、やむを得ぬ、苦肉の策でございました。平馬は、歯を食いしばった声でそう言った。滝沢党ではかねてから、若殿のお命を、おちじめ申す手立てに相見えました。 それで逆手を打ったのですが、彼らは幸いこれを見破ることができず、手を濡らさずして目的を達すると思った様子でございました。かような事情で万やむを得ない給与の策ですから、無礼の段はどうぞ幾重にもお許しを願います。茂信は姉妹まで横になっていた。そうして平馬が去ろうとした時、 みんなにそう言え。もう、俺に構うな。いいか。俺のことは放っておけと。四角が自分の味方だったということは、何より、重信を不愉快にした。それは愚弄ではないか。その時、重信は真剣であった。本当に暗殺されるかもしれないと思った。枕のそばへ、刀を置く習慣も、夜、 よく熟睡のできない癖も、みんなそれ以来身についたものである。資格などが来るとすれば、かじた一派の回し物であろう。城から見回りに来た役人が、そう言って冷笑したことを思い出す。彼らは裏を書かれていたわけであるが、重信の身にすれば、裏を書くことの方がずっと恥ずかしかった。嫌だ。 つくづく嫌な世界だ。しげのぶはこうつぶやき、何もかも忘れたいというように頭を激しく左右に振った。れんく、二人でどこかへ行くか。しげのぶはそのよそう言った。悪くはねえな。おめえさえいてくれりゃ、俺はどこでどんな苦労でもするぜ。 何俺だって何かするさ。そら、先行きゃそうだ。人間、遊んで食ってちゃ、天童様に申し訳がねえ。けれども、せくことはねえぜ。おめえの体が丈夫になり、そういう気持ちが出てからの話さ。俺は、体は丈夫だよ。自分じゃそのつもりだろうが、そうじゃねえ。おめえの体は病んでる。 病気てえものじゃねえかもしれねえが。デンクロウは気真面目な顔でこちらを見た。そうよ。体か心の中かわからねえが、とにかくどこか相当痛んでる。俺はこれでそういう感は割り方確かなんだ。ほ、は、う、あ。そんな風に見えるかな。心配することはねえんだぜ、ノブさん。俺がついてるからな。 ていうわけにはいかねえが、俺にできるだけのことはするつもりだ。あ、いいから。当分のめは、のんきにしていね。第九章、シエノブは本気であった。デンクロうと一緒に、ここを出本し、どこでもいい。この身で働いて、人間らしいつつましい生活をしよう。デンクロうを騙し、絞り、 くすね、ののり、恥ずかしめたような人間は、どこにでもいるに違いない。しかし、それもさして悪くはない。権力争奪の傀来にされるより、はるかに人間らしく、生きがいもありそうだ。しげのぶは本気であった。でんくろうと一緒にここを出本し、どこでもいい。このみで働いて、 人間らしいつつましい生活をしよう。デンクロウを騙し、絞り、くすね。ののしり、恥ずかしめたような人間は、どこにでもいるに違いない。しかし、それもさして悪くはない。権力争奪の傀来にされるより、はるかに人間らしく、生きがいもありそうだ。出て行こう。デンクロウと一緒に、自分で働いて生きよう。 しげのぶがそう決心するのと反対に、デンクロはなかなか動く景色がなかった。堤防工事の人足の親方がだいぶ彼に終身で、その頃はもう小頭に引き上げていた。先へ行っては人現場任せてもいいような口ぶりらしい。自分でも嫌なんだが、どうも俺にはそういうところがあるらしい。 デンクロウは照れくさいような目つきをした。おら、綺麗なんだ。そういうことは嫌なんだけれども、古い芝の時もそうなんだが、変に信用されるところがあるらしい。別におべっかを使うようなことはねえつもりなんだが。しかし、信用されてみれば悪い気持ちではないし、こちらもそれだけのことをする義務はある。デンクロウはそういうつもりのようだ。 僕はこの通りぶっ壊れの化け物屋敷で、誰に邪魔をされる心配もねえ。感性でドンキで、俺たちがこうしているにはもってこいだぜ。とにかくもうちょっといてみようや。こんな風に言っているうちに、10日ばかり経ってしまった。その日はよく晴れて、秋を思わせるような、爽やかな、やや強い西風が、 朝からしきりに木々の枝を鳴らしていた。デンクロウが出かけて一時余り経ったろうか。遠くから馬蹄の音が近づいてきて、表門のところで止まった。五六騎はいるらしい。茂信はドキッとし、刀を引き寄せてそっちを見た。平馬が言ったように、滝沢派で非常手段を打ちに来たのかもしれない。 もう、やみやみと打たれはしないぞ。こう思っていると、洗剤を回って、五人の武士が入ってきた。中に一人、塗り傘をかぶった者がいて、その者だけが、そこで傘を脱ぎ、刀を自社に渡してこちらへ進んできた。他の四人は、その場に膝をついて控えたが、サメ島平馬の顔もその中に見えた。 こちらへ来たのは、室、旧左衛門というものだった。江戸の神屋敷でたびたび会ったことがある。中老閣で、確かずっと、馬回り支配もしていたはずだ。年は、四十三士、野牛流の達者だと聞いたように思うが、今見ると、大層痩せて、左右の瓶が白くなったし、日に焼けて尖ったような顔に、落ちくぼんだ目だけが、 強い光を帯びていた。お見忘れでございましょうか。室、旧在門にございます。縁先に、片膝をついて彼は、こう言った。そうして、頭を下げたまま、重信に長い辛労をさせたことを詫び、城へ迎えるために来たこと。詳しい事情は、城へ行ってから申し上げよう。ご乗馬を引いてきてあるから、 すぐ支度をしてお立ちくださるようにと言った。俺に構うな。平馬にそう申したはずだ。重信は正座して静かにこう答えた。城へは行かぬ。嫌だ。私は五日前に江戸からこちらへ到着いたしました。当地におきましてのおいたわしいご日常は江戸でも荒まし承知しておりましたが。 こちらへ参り、三年以来の詳しいことを聞きまして、恐れながら五体も砕けまじ新婚の消える思いにございました。俺が飢えていたことも聞いたか重信はむしろ微笑みながら言った。俺が泥棒に食わせてもらっていることも聞いたか恐れながらすべて、 承知いたしております。その者との暮らしぶりも、その暮らしぶりが魚医に召したというご様子も、またご身分を捨てて世に隠れるおぼし飯のことも、すべて承知いたしております。これは、重信のには思いがけない言葉だった。平馬か、とも思ったが、平馬にもそこまでわかるはずはない。 出本して庶民の中へ入ろうという思案は、殿苦労のほかに知るものはないはずである。では殿苦労か。そう考えてきて、重信ははっと目を上げた。殿苦労の足を止めたのは、その方どもか。当地の者どもが計らいました。知れざるように手を回して、賃金も多く使わし、 役もつけ、今後も長く当地にいて、身の立つようにとも明らってございます。それで、俺が城へ帰ると思うのだな。しげのぶは、冷ややかな、しかし強い調子でこう言った。俺は嫌だ。もう、俺に構うな。お前たちの傀来になるのはもうごめんだ。俺は人間らしく生きることを知った。 俺は人間らしく生きる。その仰せは覚悟の上で参りました。九左衛門はこう言って静かにこちらを見上げた。第十章。おぼしめし通り、姿勢の人となり、御意のままにお暮らしなされば、恩身を一つ、何の心遣いもなく、 無事安能にお過ごし遊ばすことができましょう。しかしそれだけでようございましょうか。ご自分だけ気まま安楽にお過ごし遊ばせば、他のことはどうなろうと構わぬ。そう思いなされますか。旧左衛門の目はキラキラと光った。ただいま、その方どもの傀来とおせられましたが、 この度の御警視問題では、三名の者が切腹しております。梶田殿をはじめ、同志の者ども、皆、命を投げ出し、簡単を砕いて奔走いたしました。今日までの若殿の長いご観覧は、もうすも恐れ多い次第ですが、我らもまた死ぬ覚悟でやって参ったのです。滝沢殿一党が、 兵部様ご相続をしましたのは、恐れながらご風質に渡らせられるを幸い、己の献世を欲しいままにし、先生ことを行う手段でございました。次第に声が激しく、調子もぐんぐん強くなった。これまでも滝沢殿一友の戦断は目に余るものがあり、大殿にもよほど ご神通、遊ばされたと伺っております。兵部様、ご風室の後より、若殿をご精子になぼし、それによって、住職の交代と、政治の更新等、をご支案あったと受けたまわりました。さればこそ、カジタ殿はじめ、我ら同士の者は、骨を砕き、肉を削る思いでやって参ったのです。お家のため、 政治を立て直すため、ひいては、七万五千億の領民のために。そうして、ようやく、今日という時が参りました。この日のために、皆神明を投げ出して働いたのです。若殿、小なた様は、これらのものを捨てて、自分も一人だけ、安穏に暮らしたいと、お示しますか いつか、しげのぶは目を伏せていた。きゅうざえもんは声をやわらげ、そっと息をついて続けた。山本周五郎を咲く、泥棒と若殿、その第七回、第十章、途中まで。いつか重信は目を伏せていた。き左衛門は声を和らげ、そっと息をついて続けた山本周五郎を咲く泥棒と若殿その第七回第十章途中までいつか重信は目を伏せていたき左衛門は声を和らげそっと息をついて続けた 人間には身分の遺憾を問わず、それぞれの責任がある。庶民には庶民の、侍には侍の、そして領主には領主の。それぞれが各自の責任を果たしてこそ、世の中が動いてゆく。領主となって、一般の家臣を束ね、領民の生活を休んずる良き政治をとるということは、 死生の人になるよりは困難で苦しい。しかし、大殿も、先の大殿も、その苦しい困難な責任を果たされた。気まま安楽に行きたいと思う前に、自分の責任ということも考えなければならぬであろう。我々同志ばかりでなく、一般を挙げてあなたを待っている。みんな手を差し伸べる思いで待っているのである。 旧左衛門はこう言って、涙で潤んだ目で、じっとこちらを見守った。お帰りください、若殿。お願いでございます。目を伏せたまま、茂信はややしばらく黙っていた。さっきから見ると、頬がこけ、眉のあたりに一種の球の現れが見える。彼は、 やがて静かに顔を上げ、あるかなきかにうなずきながら言った。わかった。城へ帰ろう。それが聞こえたのだろう。潜在の脇につくばっていた四人の者たちが一斉に芝の上へ手をつき、耐えかねたようにすすり泣きの声を上げた。天九郎は、俺にとっては、 恩人とも言うべきものだ。行く末をくれぐれも頼む。必ず、御意通りに捕まつります。俺は、明日一人で帰る。彼と人よ、名残を惜しみたい。今日はこれで引き取るように。重信は、彼らが去ってからも、長いことそこに座っていた。それから庭へ出て行き、 荒れ果てた屋敷内をあちらこちら歩き回った。彼の僧帽は引き締まり、辺りを見回す目には強い意志の色が現れた。天空、俺は帰るよ。口の中でそっとつぶやき、風の渡る荒れ上がった空へと悲しげに目をやった。 デンクロウが帰ってきたとき、シゲノブは、かまどで汁をこしらえていた。頭から灰まみれで、煙に巻かれたのだろう。目の周りを黒く汚していた。デンクロウはびっくりし、飛んできて、彼の手から皮膚けをひったくった。何をこんな、お前が何もこんなことをすることはねえじゃねえか。冗談じゃねえ。 お天気が変わら今日は、俺がするよ。訳があるんだ。訳があったって、お目にできるこっちゃねえ。俺が変わるから、向こう行って。いや、もう済んだんだ。重信は、鍋の蓋を取り。ざるにあげてあった刻み大根を入れた。飯も炊けたし、魚も焼いてある。かいつは、びっくり行天だ。 冗談じゃねえ。せっかく続いていた日和が、これできっとおじゃんになるぜ。まあ、足を洗え。そして、飯にしよう。第十一章。食前に向かうと、デンクロウはもう一度驚いた。おめえ、これは、これはどうして、ちゃんとしたもんじゃねえか。ちゃんとしたものとは何がだ 飯も上出来だし、魚の焼き方もいいし。おまけにセルの下下は驚いた。こいつは大した驚きだ。兜とを脱いだぜ。重信は笑って何も言わなかった。お侍は怖えっていうことを言うが、まったくだな。澄まして肩肘を張っているが、いざとならこんなこともできるんだ。 やっぱり修行テーマが違うんだな。そう褒めるな。まぐれあたりだ。加ンさんにゃあははやわねえ。と、思い出したんだが、おめえさっきこれには訳があると言ったようだが、俺はなんだうん。しかしそれは食べてからにしよう。気を持たせねえでくれ。心配になるぜ。食事をしながら話すつもりだった。しかし、 箸を取ってみると口が切れない。それで一時伸ばしたわけであるが、食事が済み、後片付けが終わって、いつもの路端へ座ってからも、紫の詰まるような気持ちで、どうにも話ができなかった。どうしたんだ分けてえのは何だ何大したことではないさ。 大したことでねえにしても、話を聞かなくっちゃ落ち着かねえ。言ってくんねえ。しげのぶは、かやりの煙にむせて、咳をしながら脇へ向き、笑いながら、実はわけも何もない。あの時の出まかせだ。と言った。冗談じゃねえ。ほんとかいそら。本当に何にもわけはねえのかい 一度ぐらいは、俺が煮炊きをして、デンクに食べてもらいたかった。お前には随分長い間、世話になったから。やめたやめた。そんな水くせえことは聞きたくねえ。ほら、横にならしてもらうぜ。デンクロウはそこへ寝転び、手足をうーんと思い切り踏み伸ばした。いつもそうして、その日の仕事場の出来事などを話し、 終わりの方は舌がもつれて、あくびがあくびに継ぐようになると、そのままそこで眠ってしまう。夜中になって気温の下がる自分、しげのぶが起こして、寝床へ入れてやるのだが、その夜はいつもより早く、十時ごろには揺り起こした。さあ、寝るんだ。風を引くぞ。伝九郎はほとんど夢中のようで、 はってヤグまで行くと、それなり手足を投げ出して眠りこけた。重信はその寝姿を、ややしばらく見守っていたが、裏庭の木を渡る風の音を聞いて、我に帰ったように立ち上がった。今だ。今行かぬと気がくじける。時が経つほど未練が強くなる。朝までというつもりだったが、 早い方が間違いなしと思い切って何もかもそのまま立って行って素早く身支度をした。袴を履き刀を持てばよい。広縁のきしみを避けて靴脱ぎの草履を探り当てた。そうして前庭へ出て行く途端、後ろから伝九郎の声がした。おめえ、行っちまうのか、ノブさん。 しげのぶは身のすくむ思いで立ち止まった。俺を置いて行っちまうのかでンクロウ、勘認してくれ。しげのぶは神戸を垂れ、声を殺して言った。お前はこの土地で立派に生きて行ける。俺も生きたい。俺も武士として生きたくなった。お前がお前らしく生きるように。 俺も、俺らしく行きたくなったんだ。世話になりっぱなしで済まない。誠に済まないが、俺を行かせてくれ。晩の飯はこのためだったんだな。デンクロウは、広宴の柱を抱いたまま言った。ほら、ノブさんと一緒にいたかった。一生二人で、 暮らせると思ってたんだ。ノブさんと暮らすようになってから、初めて俺は生きる張り合いができ、世の中が明るく見えてきた。<ん>ようやっと人間らしい気持ちになれたのに、今になったおめえに行かれちまう。ノブさんてえものがいなくなる。デンクがかわいそうだと思っちゃくれねえのか。 しげのぶは、夜の空を振りあおいだ。頭を激しく左右に振り、きっぱりと力を込めていった。また青おう、デンク。人間にはそれぞれの道がある。俺は、俺の道を行くんだ。他者でいてくれ。さらばだ。しげのぶは、思い切って、大股にぐんぐん歩き出した。 それじゃあ、行っちまうんだな、のぶさん。デンクロの声が後ろから追ってきた。ほらもう止めねえよ。どうか立派に出世してくんな。祈ってるからな。やまねえようにして。いつか、もしできたら会いに来てくんな。のぶさん。ほら待ってるぜ。 歯を食いしばり、耳を塞ぐ思いで、重信はずんずん門の外へ出た。すると、そこに誰かいてつくばった。お供をつかまつります。サメ島兵馬である。重信はうなずいて、そのまま道を下っていった。まだ西風が強く、夜空は散りばめたような星であった。 のぶさんいっちまうのかのぶさんしげのぶの耳には、でんくろうの悲しい声が、いつまでも聞こえていた。山本周五郎作、泥棒と若殿、全文読み切り、書室、昭和二十四年、 1949年、講談クラブ、12月号より。